空耳アワーで有名になった前橋からこんにちは。本日はここ、群馬の県庁所在地から東に伸びる上毛電気鉄道に乗ります。ホームにやってきました。レトロですねー。このこれって感じ、令和時代にもまだ生き残ってたんですね。フォントといい、システムといい。車両までレトロです。これは上毛電気鉄道700系。こちらもともと京王井の頭線で走っていた3000系を大改造したものです。721編成。触れない。前橋駅から15分ほど歩いてきてちょっと疲れちゃったので、早いとこ乗り込みましょう。最近車のルニアの他の方が出てきてないのは、みんな忙しくて撮影に参加できないからみたいです。車内はロングシート。井の頭線の雰囲気が色濃く残ってます。さすが1962年から1991年にかけて製造されたロングセラーといいますか。自転車も乗せられます。事実として何人か乗せている方もいらっしゃいました。いつもの機械、ですね。ワンマン対応です。ですが元からこの車両がワンマン車両ってわけではなく、上毛電気鉄道に移ってからワンマン化の改造がされました。中央前橋から赤城を経て、錦湯まで至る、そんな路線です。25.4キロの中に23駅あります。同じく23駅ある東京メトロ東西線の方は 30.8 キロなので、平均の駅間は上毛電気鉄道の方が短めなんですね。今回は中央前橋から赤城まで乗ります。そうですよ、在庫消費ですよこの動画は、許してください。ドアチャイムもキハ110系などで聞き慣れたものが使われています。発車しました。次の停車駅は城東です。列車は中央前橋から前橋の市街地を東に進んでいきます。誰ですかすでに錆びれてるって言った人。どの施設の最寄り駅か、っていう案内もされますね。でもやっぱり錆びれてる。これでもトップなんです。1の位が何編成目か、10の位が何号車かといった感じ。なんですかそんな目で編成番号を見て。立ち入り禁止みたいになってるため、後面展望はできません。残念、この黄色の鎖が入らないでって、そう言ってます。扇風機はあるのですが、上毛電気鉄道に譲渡される際に冷房化がされています。譲渡の時に冷房化、っていうのはよくあることですね。発車の際に学校って見れるのは古い車両特有ですね。211系なんかがわかりやすい例です。次の停車駅は赤坂。田園風景に囲まれた、目に優しい赤坂です。どうでもいいと言われたらそれまでですが、赤坂は山梨にも福岡にもあります。全部覚えておくと待ち合わせするときに嫌がらせができます。しないでくださいね。群馬県の赤坂駅は無人駅です。上毛電気鉄道は23駅のうち16駅、3分の2くらいが無人駅になってます。中央前橋駅や赤城駅、錦湯駅などの主要駅は有人駅です。有人駅の中にも、無人の日の方が多いという駅も少しだけありますけどね。ここが群馬の赤坂です。ローカルな雰囲気ですね。私はこういう雰囲気好きです。次の駅は心臓血管センター前です。ちょっとビビる駅名です。次は心臓血管センター。心臓血管センターです。単線なので行き違いもあります。30分間隔なので超頻繁ではないですが、700系同士のすれ違いを見ることができます。これは、上毛群馬ちゃん鉄道です。かわいいですね。
かわいいですね。かわいいですね。かわいいです。上毛電気鉄道700系の座席ですが、やっぱりへたりを感じます。こればかりはしょうがない。座り心地は置いといて、座席自体は結構沈みます。ちょっと背もたれは固めですけど。そんな元京王3000系ですが、昭和41年、1966年の東急車両製です。車齢55年ってなかなかですね。同年代の車両で言うと115系が1963年です。そして京王重機によって平成10年、1998年に改造を受けたみたいですね。なお同年11月29日に運転が始まりました。この路線では走り始めてからもうすぐ23年半くらいでしょうか。ラベンダーに見送られて、今日もアクセプト上毛電気鉄道を往復します。京王3000系はあちこちに転属して走っていますが、上毛電気鉄道ではいつまで走り続けてくれるでしょうか。そこそこのスピードです。こまごましたカーブはあれど、結構直線ですからね。さて、列車は粕川に到着。上毛電気鉄道内に7駅ある有人駅のうち1つです。ここまで来たら、赤城駅まではあと5駅です。同じです。そんなわけで、当初のそれが何かと残っています。あっという間に赤城に着いちゃいました。自転車と一緒に乗れる、のどかな群馬横断路線です。両端の駅は羊毛線とほぼ同じですが、見える景色はやはり羊毛線と違います。高崎と度合いが全然違う雰囲気であるように、上毛電気鉄道と羊毛線も違うものです。本日は上毛電気鉄道に乗ってきたという動画でした。まだ元京王3000系が元気でいる貴重な路線ですので、ぜひ乗ってみてください。ご視聴ありがとうございました。